ちは、あっちゃんです。今日は、はい、ボイシングチップスについてるカードを開けていこうと思います。一応これ、れっちゃんの誕生日のために買って、あっちゃんがなんか袋とかをシールにできる技術を持ってるんですよ。だから袋は切り取ってシールにしてあげようかなって。で、れっちゃんの推しが、シクフォニのひまなにさんらしいので、それを狙って引いていこうと思います。どこで売ってた？ファミマらしくて。で、チップスはどうしたの？チップスはだからシールにするために食べた。まあ、どうなんか見せてよ。知らないやん、だってギリギリギリ。え、袋だけ持ってくるか、それ袋だけ取ってあるやん。ちょっと待ってて、袋取ってきました、はい。もうこれは食べたんですね。はい、シールにして。塩味のポテトチップス、美味しかったですか？はい、美味しかったです。ただ異常に高いです。一袋220円。高っ。でもね、推しのグッズからすれば普通に安いんよ。に、わざわざチャリで行ってきたんですよ。はい。れっちゃんの誕生日のために。オッケー。どの子？れっちゃんの推し教えて。どれやっけ？これ。16人いるか、シクフォニっていうには。じゃあ、これと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 これがシクフォニ。あ、で、これがスタプラ、これがイレイス。で、それ、なんかグループ別やねんけど、事務所みたいなのがボイシングってやつ。へぇ、ほんで、あっちゃんの推しがどれ？あっちゃんは、一応箱推しです。ああ、全部推し。だから別に何も。で、いいんです。れっちゃんの推しの何？この人、ひまなにさん。ひまなに。そう、ひまなにさん。ひまなにさん、ひまなに77と2でひまなにって呼んでて、あ、れっちゃんの推し誕生日のために出るか。いや、なかったら諦める。うん、カードまで切りそう、怖いね。助けて、ママがしようか。いやいや、やめてよ。え、ドキドキ。ここにあるから。なんかせっかくならね、なんかシクフォニ全員とかでもいいけど、もしかしたら別に推しがいるかもしれない。イレイスや。イレイス。ちょっと待って、イレイスは置いとこう。こっちも行っていい？イレイスは違うの？あっちゃんは一応イレイスが好き。どうしてここにってなって、イレイス、このそう、イレイスはなんかめっちゃすごい人たちなの、ね、で、レッチャーはシクフォニ。誰かいて、なんでやねん。もうなんでやねん。なんでやねん。あれ、じゃあ、あっちゃんの一箱の上に2つ乗ってて、スロー取っていく。じゃあまずこっちから行こう。それはもしかしたらこっちにレッチャー押しられてない。誰も押してないな、この真ん中。まだ見てない、見たことない。スタッポラさん、はい。じゃあ分からん、レッチャーがもしかしたら押してるかもしれない。一押しじゃないってだけで、はい、行くで。せーの、君とポテチデートした。意味が分からへん。このでもセンターよ、ドセンター。多分リーダーなんかな。こんなこと話した。覚えてんだ、あっちゃん。これとこれがリーダーやねん、確か。で、ここは知らんねんけど、多分これリーダーやわ。すごいやん。はい。まあ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 。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。もしかしたらいいやつかもしれん。はい。いきます、せーの、はい。リーダー出ました。今日はポテチオッケー。半分こしよう。くそ。ちょ、ご本人様に失礼。これ誰？ナイコさん。好き？うん。箱押しやっぱ好きよね。うん。ちょっとこれ、れいちゃんに聞いてみようか。うん、聞いてくるわ。誰押しか、ちょっと今、LINE。はい、れいちゃんにつながりました。はーい、れいちゃんでーす。ママ聞いて。ちょっとなんで。れいちゃんは。あ、待って、うち聞く。イレイス、スタポラシクフォニ、なんかボイシングチップスとか言うてたやん。はい、言ってました。あれって誰狙いやったん？シクフォニの誰か、なんとかなな、ひまなにさんが申しで、それ以外も押してるみたいな。そうっすね、そうっすね。じゃあイレイスとスタポラは興味ないと。いや、赤色、スタポラは赤色と水色の人。おお、なるほど。赤、え、スタポラ、スタポラに水色もらんくない？え、スタポラ白っぽい人？これ赤の人ってセンターみたいな人？なんか前髪くるってなってる。てか赤ってこれ、これだ、これだ、ほらやな。え、で、イレイスは？イレイスは
きやな。赤おでこ出てる。え？あ、さあ、初うさぎやっけ？そう。なるほど。はい、ありがとうございました。はい。どうしたんですか？いや、なんかちょっと学んどこうと思って。学んどこう？そう。いや、ちょっと、れっちゃんの推しについて学んどいたら、シクフォニーやったらみんな好きやったっけ？そうやな、スタポラも好きやで。スタポラも好き。で、イレイスはあんまり知らないと。あー、なるほどね。かしこまりました。カバンに、カバンに頑張ってついてるって言ってたやん。あー、頑張ってついてる。あとは聞いてない。スタポラのオレンジの子やった。オレンジの子。これ？これか。これ？これ。なんか茶色っぽい子？ああ、いてるいてるオレンジの子。あ、おるおる。おかん言うてたやん。おかんが言うてた。ああ。待って、今ちょっと待って。ちょ、何もう、なんもないです。ごめんなさい。じゃあ、ありがとうございました。え、ちょっと待って、シクフォニーやったら一番誰が好きなの？この人やってた頃。あ、ひまなつ。ひまなつか。ひまなつさんで、あっちゃんの情報と違うで。あんた間違えた。何色？赤。でもこの人やって。じゃ名前間違えて。あ、ちょっと。最初の名前間違えただけ。ひまなつを2って言い間違えただけ。ひまなにって言ってた。そう、ひまなつ。わかりました。ありがとうございました。れいちゃんおやすみ。おやすみなさいです。おやすみなさい。あっちゃん。これだけやな。これだけ。これだけ。じゃあ、こっちはあっちゃんもらおうか。うん。あっちゃん、いや、別にあんま。イレイスのね。いいやん。かっこいいやん。ママよか。今日はポテチオッケー。ハンバーグしよう。いや、ママも無一郎様様やから。いや、うちやって別に推しおるもん。浮気したら。おるもん。これ両方だ、両方あげたらいいやん。そうやんな。うん。うち一応別グロをしてるんです。わかります？うん、とりあえずあっちゃんはあのポテトチップスを食べれて、おねれちゃんの誕生日プレゼントも、なんで仕事に行ってんかったマジで。よかった。違う、ほんでこれでなんか作んねんな。あっちゃん技術を持ってんねんな。そう、しかこれをなんかにする技術を持ってんねんな。仕事に行けんかったっていう、その何、いや、もしあげんのやったらもう中身もあげた。そうやな、そうやな、そうやな。もうね、引く楽しみを与えてあげて。あっちゃん。中身のポテトチップス大好きのポテトチップス食べてさ。あっちゃん聞いて、聞いて。さ、これさ、あっちゃんのお小遣いから、あ、わかる、400何本払うわけやん。うん、そうやな。払うわけやん。でもさ、でもさ、でもさ、でもやで。でもさ、これでさ、推しが引けんかったら、まあ簡単に言えば、まあ意味ないってわけよ。23g で、220円。聞いて、高いね。これほとんどカード代な。そう、え、でもカードにしたら安いねで。そうなの。カードって普通にあるら1枚400円いくもん。え、じゃあこれあれ。ランダムカードとかって確率があるんだけど。綺麗にフィルムとか貼っとかなかった。だから、それでだからランダムの種類が多くなってるわけで、だからみんな爆買いすんねん。あ、これか。いや、ママ、どうかも、これ、この子がいいな。これ、え、出てるよ。ちょっと待って、わかんない。言ってるやん。え、じゃあ、この子と。顔だけ見たらさ、顔だけ言ったかな。うち、絵柄的にここ、これやな。いや、この子やな。いや、顔え？顔よ。何も、キャラも何も知らん。これ、これ。女の子みたい。これ。これ。いや、いいのに、この子、顔はいかない。れっちゃんのこれを2枚、ちゃんと、さ、入れて。なんで？ここをね、セロハンテープで後で貼って。もう食べかけ、開けかけをあげるのね。で、これなんかすごい、いい感じに。シールを作るのわかる？作る。あ、またそのために食べてんな。だから言ってるよ、それから。シールを。もう、ポテトチップスは食べたくなかったんけど。食べたいわ、食べたい。食べたいわ、食べたい。これを。シールにしたら、その、これ全員もらえるやん。食べてんな。で、それは、安い。財布は、どこ行ってもあるやろ。ボイシングチップス売り切れました。へぇー。やのに VTuber チップス残ってる。へぇー。はい。じゃあもうちょっとしたら、れんちゃんがお誕生日なので。はい。プレゼントします。はい。いいもの作りましょう。この動画を見てくれた人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい。二
人ともお風呂上がりなので顔は出せませんでした。すいません。